はようございます、こんにちは、こんばんは。皆様とプロレスライフをエンジョイするプロレス系 YouTuber、 私が妄想プロレスチャンネルのシェイクです。どうもー、はい、ありがとうございます。今回この動画のテーマはこちら、新日本プロレスキャッスルアタック 2.28 大阪城ホール大会見どころ&振り返りスペシャル。ありがとうございます、ありがとうございます。今回この動画のテーマはつい先ほど終わりました新日本プロレス大阪城ホール2連戦の第2日目のですね 2.28 大阪城ホール大会の全6試合のですね振り返り会という形になりますので、皆様最後までお付き合いくださいという形でございます。はい、じゃあ早速1試合目から振り返っていきましょう。1試合目は小島聡、天山秀吉組 VS ジェフコブ、ウィル・オスプレイ組という形でございます。かれこれ今年に入って約2ヶ月近く、あのこの天小路 VS ユナイテッド・エンパイアという戦いが、まあいろいろと棚橋さん、そして王冠選手を交えて、繰り広げられてきたわけなんですけども、実際この結構久しぶりじゃないですか、このタッグでやるっていうのは1ヶ月ぶりぐらいですかね。多分あの 1.30 の名古屋、大会に至るまでの間にもこの、2対2天小路対このジェフコブ、オスプレイ組っていうのはもうなんとかバチバチやってて、反則勝ちやら反則負けやらノックオンテストやらっていうのがねあったと思うんですけれども、まあ、実際その久しぶりの2対2の戦いっていう中でですね、さあどうなるのかっていうところ、あの時あって今はなかったものとかがある中で、やっぱ天小路軍ちょっと押されるんじゃないかなっていうふうに僕はちょっと予想してました。まあ、ちょっとあの、1.30 のスペシャルシングルマッチ、まあ、シングルマッチまでの天小路はもう激烈に燃えに燃えて、あの怒り狂ってた部分があったので、その勢いっていうのはあの見受けられたりしたんですけど、それからまあ今日に至るまでの天小路 VS ユナイテッドエンパイアっていう戦いはどうもちょっと火がつき切らずにっていうところ、なんとなく天小路、両軍がちょっとだけ元気がないような雰囲気っていうのもあった試合がね、前哨戦の時にもあって、どうなるだろうかなっていう風に見てました。でまさかまさかまさかでしたよね。僕もまああのツイッターでまあつぶやかさせていただいたんですけども、あのもうこの試合はこれに尽きるでしょう。天山宏之選手がモンゴリアンチョップを解禁しましたね。これはびっくりですね。まさかあのこの試合で解禁するとは僕は微塵にも思ってなかったですね。あのてっきり棚橋さんがね、あのいつかのバックステージで言ってましたけども、あの奪還しましょうよ王冠からモンゴリアンチョップをみたいなねことを言ってた時があったと思うんですけど、天山さんに。だからあのしかるべきタイミング、王冠選手と天山さんがもう一回戦って、モンゴリアンチョップを返してもらうみたいな戦いがあるのかなと思ったんですけど、そんなもの関係なかったですね。まあ、あのゲスト解説で真壁さんがいらっしゃって、まあ、真壁さんのベランメイク長でも天山行け行けと、あの約束を破るためにあるんだからみたいなのがすごくなんか僕たちの心にフィットして、そしてまああの今回モンゴリアンチョップ解禁ということになったんですけれども、あのすごくスカッとしましたね。え、天山何やってんだ、何使ってんだよっていう指摘をした人ってほとんどいないじゃないですか。僕もまあつぶやきましたし、タイムライン他の方のつぶやき見てる中でも、え、使っていいの、何やってんだよ天山って、あの糾弾する方っていうのはちょっと僕の中ではいなかったと思うんで、これはちょっと動きましたね。ちょっとこの天山選手とモンゴリアンチョップのこの解禁の話についてはちょっとまた別でスピンオフで僕出させていただこうと思うので、今日はちょっとこの場では この程度でさせていただくんですけれども、まあ、天山選手はモンゴリアンチョップを新モンゴリアンチョップという名前にしてこれからも使っていこうという形でございます。はい、そしてこの試合勝ったのは小島聡選手がラリアットをジェフコブ選手に決めて勝ちましたというところです。天小路さすがかっこいいという形でございます。はい、次の試合行きましょう。次の試合第2試合ですね。矢野徹、石井智弘、岡田勝彦組 VS チェーズ・オーエンズ、ジェイ・ホワイト、イービル組という形でございます。まあ、昨日、大阪城ホールの1日目の時に行われました、ケイオス対バレットクラブのシングルマッチの、まあ、行走の、まあ、ネクストっていうところですね。そこで、まあ、再び、まあ、前哨戦同様3対3の戦いっていうのが、再び始まったわけなんですけれども、ここで行くと、まあ、実際ちょっと石井選手の脇腹、除骨っていうところがちょっと
心配ですね、うん、やっぱり試合中もその脇腹を狙われて動きが止まってしまう場面っていうのもあったりとかしたところで、まあ昨日の回でも言いましたけど、石井選手はやっぱり自分が弱ってるところを見せることを極端に嫌う性格にあります。もう本当に昭和の男そのものだと思ってるので、本来であればテーピングとかしてですね、なるだけ回復に努めなければいけないっていうところを、そうしなく普段通りの石井選手に出て狙われてより悪化してしまうっていうような感じになったんじゃないかなと思います。ちょっとまあ、間もなくですね、来月からニュージャパンカップが始まるっていう中で、3月からですね始まるっていう中で、ちょっとまあここで負傷がどこまで回復してくるのかっていうのが、うん、石井選手の一つの焦点かなと思います。やっぱりいつも G1 もそうですけど、ニュージャパンカップのシングルマッチの戦いってなってきた時に、石井智弘選手の躍進ぶりっていうところはもう半端ないですからね。本当にめちゃめちゃいつもいいところまで行くんで、だからまあある意味優勝候補のうちの一人に入れてもおかしくはないっていうだけの活躍をしたのが石井選手なので、なるだけ早く、完全回復してほしいなっていうふうに僕は願ってる次第でございますね。はい。で、今日この試合を制したのは岡田和親選手がチェーズ・オーエンズ選手にマネークリップを決めて勝ちましたという形でございます。まあ、バックステージのコメントだけ言うと、まあ、イーグル選手に関していくと、昨日岡田選手に負けたショックっていうのはもう一切引きずってねえぞと、昨日の負けなんて何でもねえんだっていうところでですね、すごく言ってました、強がってましたっていうところですね。そして岡田選手はニュージャパンカップ改めて優勝宣言。それがありましたよというところ。あ、それでちょっとイーブル選手のちょっとコメントをもう一回戻るんですけど、イーブル選手の次のターゲットっていうのは何かもう決まってるようなことを言ってましたね。もう無差別に狙っていってやるからなっていう言葉があったんですよ。ということは一旦どうなんだろう、岡田和親選手っていうのは一旦置いて、誰かイーブル選手の中には一人多分決めてる選手がいるんでしょうね。あそこを今度はターゲットにしていってやるっていうのがあると思うので、イーブル選手の新章にも期待だなっていうところはありますというところです。そしてジェイ・ホワイト選手もと言っちゃうとあれですけど、ニュージャパンカップ優勝宣言というところですね。まあニュージェイパンカップみたいなことを言ってますけど、まあ新しい、ジェイ・ホワイトのジャパンカップみたいな略なんでしょうが、そういった形のことを言ってまして、岡田選手とは、まあ、幾度音で、ニュージャパンカップ優勝を宣言しておりましたっていうところですね。まあ、昨日、スペシャルシングルマッチで勝利を収めた2人ですので、まあ、この2人が多分今年のニュージャパンカップの台風の目になってくるんじゃないかなっていうふうに僕は思っておりますという形です。はい、次行きましょう。次、第3試合。IWGP タッグ選手権試合、チャレンジャーチーム吉橋後藤弘樹組 VS チャンピオンチームタンガロアタマトンガ組という形でございます。まあ、これも昨日のスペシャルシングルマッチの前哨戦、あった次第のタッグというところでございます。まあ昨日のスペシャルシングルマッチの中でいくと1勝1敗というところですね。後藤選手が、タマトンガ選手に勝ち、タンガロア選手が吉原選手に勝って1勝1敗という勝ち星のまま本日を迎えましたというところです。まあ、正味の話、これはちょっともう素直な気持ちをお伝えさせていただくと、僕の中でGOD 対この吉橋後藤組って考えたときに、結局まあこの IWGP タッグのチャンピオンシップで行くと勝つのは当然 GOD、 その上でタッグチームとしてのレベルの差も大きく見せられて負けてしまうんじゃないかなっていうふうに僕は正直心の中で予想してました。でもここの予想っていうところは結果は合ってました、 GOD が勝ちましたっていうところなんですけど、内容に関しては僕本当に申し訳ないなという形で思いました。後藤義橋組に対して、最初の今日の展開でいくと、まあタッグ、まあコンビプレーというかタッグでの技っていうところをすごくたくさん磨いて作ってますよねと、後藤義橋組っていうのに関しては、今日はタッグの今日の序盤から中盤にかけてもひたすら連携技のオンパレードで結構攻め立ててるシーンがあったと思うんですよ、後藤義橋組はね、あったと思うんですけど、僕これ前の回とかでも前哨戦の戦いでも言ったんですけど、タッグの戦いっていうのは決して連携技が全てじゃないよって、ここ一番に決める程度でいいと、もう本当に勝つための連携技、要は連携技をするためのタッグチームじゃないんだよっていうことを僕は実は前哨戦まで結構言葉を変えていろいろ伝えてた、ところがあったんですけど、
後藤吉橋組タッグチームとしても本当に GOD に肉薄するぐらいの力を持ってるんだなっていうのを今日僕はようやく気づくことができました。だから後藤吉橋組本当にごめんなさいっていう形、そしてそれを応援してきたケイオスのファンの皆さん本当にごめんなさいっていうところです。はい、本当素晴らしいタッグチームになったなって僕思います。後藤吉橋組が、本当に最初だからもうやたらとねサルカニ合戦を、ね、序盤に決めに行ったりあるとかっていうところを見に行った時に、まあ2対1の状況を作れるからこそ連携技っていうのが生まれる、まあ2対1の状況を作るイコールタッグとしての戦術のうまさだと僕は思ってるんで、まあ、そういったところシーンを作れるっていうのはさすがだなって思った反面、連携技にまたこだわりすぎてるな今日もっていう風な目でちょっと僕は見てしまってたんですよ。でも今日の中盤から終盤にかけての戦いを見ると本当にもうあと一歩本当の意味で紙一重の差だったじゃないですか。最後もジャドー選手のあの竹刀攻撃、あれがなければ正直言って後藤吉橋取ってたんじゃないかなって僕は思いました。だからそこはやっぱりジャドー選手がセコンドについているわけ、やっぱり GOD with マスターヒーターの意味っていうのが本当になるほどなっていうのを分かりました。だからこそ強いんだなって、純粋な2対2の戦いだけであれば正直言って今日分かんなかったと思います。逆に言えばそこまで吉橋後藤組が力をつけたってことだと思うんですね。だからある意味これはケイオス軍、広い意味でいくと本体軍っていう言い方あえてしますけど、本体軍のヘビー級戦線に素晴らしく強いいいタッグチームが生まれたなっていうふうに僕思います。正直言って IWGP タッグ目前まで来てるチームだと思うので、年内に勃発ちょっとタッグ挑戦していけるとかなり面白いことになるんじゃないかなっていうふうに僕は思った次第であります。はい、で次行きましょう。次第4試合、ネバー無差別級選手権試合、チャンピオン棚橋宏 VS チャレンジャーグレートオーカーンという形でございます。ですね、こちらも僕つぶやかさせていただいたんですけれど、結果を先にお伝えすると、棚橋さんが防衛しました。これはもう僕の予想であり願望通り良かったって思いました。でもこのなんて言うんだろう、今の僕の良かったって本気で思ったんですよ。ほんま終盤生きた心地しなかったっすよ、棚橋さんファンとしては。これはちょっとやばくないかの連続で、逆に言うとオーカーン選手強い、強いわ。これはね、棚橋さんが勝ったから安心して言うわけじゃないですけど、もう完全にちょっとね、僕の中でやっぱりオーカーン選手っていうのはやっぱ棚橋さんをねあれだけ痛めつけたりであったんで、一個人ね、心の中としてはもう許せない存在っていうのがあります。どれだけいい試合しようとも、どれだけ試合を作ってると言われようとも、オーカーン選手は許せねえっていう気持ちがあるんで、あまり言いたくないですけど、オーカーン選手素晴らしかった。今日本当に素晴らしかった。最初の方、試合内容のところをちょっと踏み込んで話すと、序盤、中盤、試合を支配してたのは、支配って言い方がちょっと正しいかどうかわかんないですけど、試合を作ってたのは間違いなく僕、オーカーン選手だと思うんですよ。なんていうか、足攻めとかありましたよね。ドラゴンスクリュー食らったり、それこそテキサスクローバー食らったりっていうところで。なんか、これも、足攻めとかっていうのは当然、棚橋さんも得意とするところだし、やっぱそこから、起点を作っていて自分のペースに持っていくっていうのも当然、棚橋さんの上等手段だと思うんですけど、なんか、これちょっとね、誤解を恐れずに言うと、棚橋さんが攻めさせられてるって思うシーンが、中盤まですごくあったんですよ。なんかこれ、王冠選手誘ってないか、わざと攻めさせてないか、棚橋さんの持ってるカードっていうのを一枚一枚あえて序盤の方に出させて終盤手詰まりにさせようとしてないかっていうふうに僕思ったんですよ。だってテキサスクローバーを仕掛けるタイミングがあまりにも早すぎたんですよ。あのタイミングでテキサスクローバー仕掛けて、とてもじゃないけどギブアップが取りに行けるとは僕は思わなかったんですよ。だからちょっと棚橋さんらしくないなと思って、ああいったこととか、だからロープに入る時のロープ足に挟んでるドラゴンスクリューあるじゃないですか、逃げ
逃げられないようにするためのあれも、なんかね、王冠選手が誘ってるように見えたんですよ。ほら、棚橋来い。こっちにうまい蜜があるぞ、みたいな形で。で、そこを棚橋さんドラゴンスクリーンで、まあ、当然ダメージは王冠選手食らうわけですけど、序盤なので、決め技にはやっぱりなり得ないというか。だから、そういったところを見て、ちょっと怖いな、と思ったんですよ。で、終盤の棚橋さんの、ハイフライフを連発とかっていうところも必殺フルコースを、しっかり、最後のハイフライフロー2発目をかわしたりとかで、もうなんていうのか、棚橋さんの必殺フルコースが潰されたっていうところで、あと棚橋さん何が残ってるっていうふうに僕ちょっと、頭の中の引き出しを開けながら、なんかないかなんかないかと思ったんですけど、なんもないぞと思ったんですよね。あと、これちょっとその前に、辻陽太選手についてのそうなんですけど、まあ、実際辻選手を今回のネバー無差別級戦線っていうところでも、フューチャーさしたのは、やっぱり、王冠選手ですよね。我が軍に入れと、棚橋さんを裏切れっていうような、あの一言から始まったんですよ。辻選手はどうなるのかっていうところ。まあ、僕もこの動画の一本前に辻選手の月桂樹の話でちょっと YouTube 一本出させてもらったんですけど、これまだご覧になられてない方はぜひ見ていただきたいなと。あれか 2.28 の試合が始まる前にアップして やったやつなんで、まあ、実際その、予想通りになったかなっていうところなんですけど、やっぱ辻選手の苦悩が見れましたよね。王冠選手、ユナイテッドエンパイアにつくのか、棚橋さんをこれまで通り支持していくのかっていうところ、その辻陽太選手一個人にフォーカスを当てた心の葛藤っていうのも今日の試合の一つの鍵になってたんじゃないかなっていうふうに僕は思います。結果として辻選手は裏切らなかったんですよね。辻選手は裏切らず、で、棚橋さんに、王冠選手に加担することなく、棚橋さんのセコンドとして応援してましたっていうところは、ほっと一安心ってところでしたね。まだまだどうなるかわかんないですけどね。王冠選手が辻選手に対して、またどういうフォーカスを当てるかはちょっと見えないところなんですけど、それが今回一つの鍵となってましたと。そして最後の最後、この試合を決めたのが、棚橋さんが変形回転十字固めっていうところで、イルミネーターですよね。王冠選手の必殺技のね、あれを決めに行こうとするところを、逆転の丸め込みというところですね。本当に賞味の話、ちょっとエリミネーターがあれを決めるところでいくと、もう王冠選手としてはまだ全然体力に余裕がある中で、とってもちょっと悔しい負けだったんじゃないかなっていうところですね。特に最後終盤に決めた王冠選手の新技ですよね。アイアンクロを決めながらバックブリーカーでスイングしていく、あの説得力はちょっと半端なかったっすね。アイアンクロー式バックブリーカー、これまたきっと名前がつくと思うんですけど、ちょっとあれを見せられた時は、これはもうまずいっていう風に、ちょっと長年プロレスを見てるファンとしては、これ間違いなく負け、棚橋さん負けちゃうんじゃないかなっていうシーンでした、あれは。はい。だからそこまで、ファン心理をくすぐられたっていうところに関しては、王冠選手さすが、そこも含めて、王冠選手僕は強い、素晴らしいっていう形で、評価させていただいた次第です。でも、嫌いだけどね、僕は絶対王冠選手を認めてますけど、好きになることは絶対にない。っていう形で思います。だって、棚橋さんの足を、椅子で何回も叩いたんだから。だから僕は許さない。以上。ね。でも、王冠選手、強いよ。あなた強い。絶対にもっともっと上に行けるし、近い将来間違いなくこれベルト大会あるよね、面白い選手だって思いました。はい、っていうところです。で、次行きましょう。第5試合ですね、IWGP ジュネヘビキ王座決定戦3ウェイマッチという形で、ブッシー VS エルファンタズモ VS エルデスペラードという形でございます。本日のセミファイナル、高橋忍選手の、欠場、そしてベルト返上により行われることになった3ウェイマッチという形でございます。これ僕、ツイッターでですね、ちょっと12時間限定で試合始まる前に、この3ウェイ緊急アンケートと称してツイッターでアンケート取ったんですよ。誰が勝つと思いますかみたいな形で出させてもらったんですけど、1位がやっぱりエルデスペラード選手でしたね。やっぱりこれはもうキーワードは高橋宏夢選手だと思うんですよ。やっぱそこに対して高橋宏夢選手が返上したベルト、誰が取ると一番エモいですかっていう風な
ちょっと聞き方というかそういう風な形でやっぱ変換された部分があるんじゃないかなっていうふうに思って、1位がエル・デスペラードで 56%、 あ、全体で519票いただきました。投票していただいた皆さんありがとうございます。はい、1位、エル・ファンタズム 56%、 2位がプシ選手で 29%、 エル・ファンタズム選手が 15% という形になったわけなんですけれども、まあ本当にすごい戦いで、ファンタズモ選手が途中場外でエル・デスペラード選手にゴッチ式パイルドライバーか、それこそ鈴木軍のボスであるゴッチ、鈴木ミノル選手の必殺技をデスペラード選手に場外で食らわす、そしてマスクを剥ぐっていうとんでもない暴挙ですよね。だからああいったシーンを演出したこともファンタズモ選手さすがだなと思うんですよ。だって本当は高橋宏夢選手と1対1でシングルやる予定だったんですよ、この情報で。それが対戦相手がまず変わる、しかも3ウェイっていう形で、それまでの、考えてたことっていうのを全部フラットに戻されたのはファンタズモ選手だと思うんですよ。なのにこの対戦相手にはこれをやればいいだろう、この相手にはこれをやればいいだろうっていう、ファンタズモコンピューターとも言うんですかね、それがブワーッと働いてとんでもないシーンの続出っていうのを感じましたね。だからマスクを剥いだのもだって昨年末のベストオブの決勝戦、ヒロム選手とのね、多分オマージュだと思うんですよ。東京の日本武道館で剥いだから大阪城でも剥いだれみたいなとこあったかもしれないですけど、しかも、そこにゴッチ式パイルドライバーまで挟んでるもんだから、ちょっとねファンタズモ選手のプロレス脳も相当やばいものがあるなっていうふうに僕は今日感じた次第ですね。そしてブス選手も相方ヒロム選手のね、やっぱりその思いを託された側としての戦いぶりというのを今日見せてくれて、本当に三者三様のもう全員の味が見えたんじゃないかなっていうところですね。基本的にはファンタズモ選手対ブス選手、ファンタズモ選手対デスペラード選手っていうような図式が今日の通しても戦いだったなと思います。なんかデスペラード選手とブス選手っていうのはあまりそれほどマッチアップの機会っていうのは多くなかったんじゃないかなと思うんですね。ポイントポイントやっぱりファンタズモ選手がいたっていうところに、今日この試合の実際裏回しっていう立ち位置でいくとファンタズモ選手だったんじゃないかなっていうふうに僕は思いましたね。でそしてツイッターでもつぶやかさせていただいたんですけれども、この試合制したのはエル・デスペラード選手という形でございまして、デスペラード選手がファンタズモ選手にピンチェロコ、ロコモーション式ピンチェロコですか、2連発決めまして、 IWGP ジュニア初体感というところで、なんとなんとなんと IWGP ジュニア2冠王になったわけですよ、デスペラード選手が。うわすごいっすよね。だってこれヒロム選手が防衛じゃないや、ヒロム選手がもし怪我してなかったらこんなこと絶対なかったんですよ。この1週間、この10日間か、この10日弱の間に全てのことが変わったんですよ。だってもともとデスペラード選手このジョーボール試合組まれてなかったですからね、そもそも。そしてついこの前の IWGP ジュニアタッグも緊急出動でしたからね。だからその選手が今2冠王になってるっていうところで、とんでもないエモいシーンが見れましたよね。もうちょっとこの見ていただくと分かるんですけど、この皆様からの反響の数字っていうところがそれを物語ってますね。すごいぞっていうところ。このシーンにある意味一番喜んでるのは高橋宏夢選手であり、一番悔しがってるのはやっぱり高橋宏夢選手だと思うんですよね。宏夢選手だからこれによって焦ってほしくはないですけど、やっぱり復帰への思いっていうのが人一倍熱くなったんじゃないかなと思います。きっとデスペラード選手はこれからもヒロム選手を焦らして焦らして焦らす、めちゃめちゃ焦らせるほどの大活躍をこれからジュニアの戦いで見せてくれると思うので、これから IWGP ジュニア戦線新日ジュニア大きくまた面白くなるような展開が見れましたねという形でございます。はい、そして、本日のメインイベントですね、 IWGP インターコンチネンタル選手権ジャイチャンピオン、イブシコータ VS チャレンジャー内藤哲也選手という形でございます。
ついにやってきました、イーブスさん対内藤さんの戦いっていうところですね。今年の 1.5 ですか、あ、間違えた、 1.4 だ、 1.4 でありました、2冠戦の、まあ、リマッチというか、今回はまあインターコンチだけのベルトっていうところで約2ヶ月ぶりの戦いという中で、まあ、前哨戦でですね、まあ、内藤さんが途中ちょっと足の負傷で欠場っていうところがあったりしたんですけど、今日の内藤さんの動きを見るにつけると、あのもう問題はほとんどなさそうですね。めちゃめちゃいい動き見せてくれてたと思います。ある意味欠場する前よりもいい動きだったんじゃないかなとは思ったんですけど、ちょっとあの誤解を恐れずに言うと、イブスさんが内藤さんへの足攻めっていうのを実はほとんどあんまりしてなかったんですよね。あのむしろそのイブスさんの足を攻めてたのは内藤さんの方で、逆にそこの内藤さんの足攻めにあの同じような形で付き合わなかった。 もともと前哨戦の時はお互いの膝足の壊し合いだったんですよ。その壊し合いで内藤さんが、まあ、本当に壊れちゃって欠場っていう流れになったんですけど、だからそのイブスさんのその足攻めっていうのが、まあ、それこそ前哨戦同様に見えなかったっていうのは、これひょっとすると内藤さんの足って実は結構やばいところまで行ってたんじゃないかなって思うんですよ。だから話聞くと捻挫みたいですね。で捻挫ってまあ、言葉だけ聞くと、あ、捻挫かってなるかもしれないですけど、捻挫ってね本当に機動力やばい、あの完全に失われるんですよ。しかも治りが遅いんであれって、だから本当にさすがのプロレスラーともいえ、しかも内藤さんもどちらかというと機動力を武器にする、売りにする選手じゃないですか。だからこそちょっとしたダメージが内藤さんにとってはもう致命傷となり得るんじゃないかなっていうふうに僕はちょっと深読みをさせていただいた次第ですね。だからそこのところでいくと、イブスさんの頭の中では膝攻め足攻めではなく、それ以外のところで内藤哲也を完全に乗り越えてやるっていう思いにちょっとシフトチェンジ頭がしたんじゃないかなっていうふうに僕は思った次第であります、はい。でもそれを差し引いても、もうさすがこの2人だなっていうほどの、素晴らしい試合だったと僕は思います、ちょっとツイッター僕もつぶやかさせて、この試合もつぶやいたんですけど、なんて言うんだろうな、ちょっと文字数のね問題があって、書ききれなかったんですけど、本当に内藤さんとイブスさんだからできる試合っていうのがやっぱりあるんだなと思って、それがもう今回こういう試合だと、もう本当に他の選手が真似できない、他の選手ではできない2人だけの最高な崇高な至高な試合っていうのを見せてくれたなっていうふうに僕は思います。まあ、内藤さんとしてはこんな短期間で同じ相手にチャンピオンシップ2連敗っていうのはちょっとやっぱとんでもない、ちょっと汚点というかマイナスになってしまったんじゃないかなっていうふうに僕はちょっとこれ俯瞰の目で思ったりはするんですけど、だからこそ次のニュージャパンカップに対する思いっていうのは人一倍あるんじゃないかなと思います。やっぱりレスラーである限り常に今の最高の自分を見せたいと思う内藤さんであれば、目の前にあるチャンスっていうのは絶対に常に飛びついていく男だと僕は思ってるので、まあ今日これまだ出してる時は内藤さんのバックステージのコメントっていうのはアップされてなかったりするんですけども、まあニュージャパンカップに向けてしっかりと標準を絞ってるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってる次第であります、はい。まあちょっといろいろ前後しちゃったんですけど、この結果は、イブスさんが勝ちましたというところですね。イブスさんが内藤さんに勝ちました、神戸で27分50秒、イブスさんがインターコンチ3度目の防衛という形が決定しましたという形でございます、はい、というところです。でそれに対して、実はですね、まあ実はというか先ほども つぶやきはもう出してるんですけど、つい先ほどのセミファイナルで IWGP ジュニア2冠王になったデスペラード選手がそこに現れる、そしてイブスさんの2冠のベルトに挑戦表明、そしてその舞台は 3.4 日本武道館旗揚げ記念日大会っていうのがあって、これはすごいと、2014年のあれそれ大阪大会で IWGP ジュニアのチャンピオンシップを戦った以来の戦いですよね。あの時、勝てなかったデスペラード選手が、この7年の時を経て、あの時の俺じゃねえぞっていう言葉を引っ提げてベルト2本を持ってイブスさんの前に立ちはだかりましたっていうところです。まあ、イブスさんはもう絶対逃げないって言ってるんで、これはもう団体新日本プロレス側から の発表を待ちたいなって思うんですけど、 3.4 ね、旗揚げ記念大会メインはイブスさん対エルデスペラー選手、そこにベルトがかけられるのか否かっていうのっていうところほぼ決定じゃないですか。でイブスさんちょっとバックステージで言ってましたけど、デスペラー選手の持つベルト
それもちょっとかけてもいいんじゃないですかみたいなこと言ってましたよ、言いましたね。ちょっとドキドキしますね。イブスさんって100キロないはずなんで、 IWGP ジュニアのベルト全然挑戦していい権利はあると思うんですよ。これもし3本のベルトがかけられるってなったらやばくないですか。まあまあその可能性は多分薄いと思うんですけど、でもやっぱりお互いチャンピオン同士の戦いっていうのはやっぱりこれ燃えるものがありますね。でもまあ本当にこれ組み合わせの妙で、ひょっとしたらこの舞台ね、内藤さんと高橋ひろむ選手がひょっとしたら旗揚げ記念日大会でシングルが決まっててもおかしくなかったわけじゃないですか、10日前までの考えであれば。そう考えると本当にプロレスの神様ってすげえなと思いますね。本当にまあね、こんなまだまだエモい戦いっていうのがあるんだなっていうふうに僕は思いましたっていうところです。これはまだまだ 3.4 旗揚げ記念日大会もう1週間もないですからね、あと4日後ぐらいなんで、またこれちょっと To Be Continued でこの熱い気持ちのままぜひその旗揚げ記念日大会を追って応援したいなと私思った次第であります。はい、というわけでちょっと長くなっちゃいましたけども、 2.28 大阪城ホール大会の振り返り会という形になります。ぜひ皆様のご意見ご感想を聞かせてください。皆様のお気持ちはいかがだったでしょうか。ぜひ皆様のご意見をこの YouTube のコメント欄、 Twitter のコメント欄、 Twitter の DM 欄までどしどしとお寄せください。そしてこの動画で扱ってほしいテーマっていうのも随時募集をさせていただいておりますので、この YouTube のコメント欄でも Twitter でも構わないので送ってきてください。この団体のこの選手について、この団体のこの出来事についてっていうのはですね、直接どしとぶつけていただければ、ちょっとお時間はいただくかもですけれども、必ず形にして皆様にお届けしたいと思っておりますので、これからも皆様この動画のリクエストをよろしくお願いいたします。そして忘れちゃいけない高評価ボタンとチャンネル登録ボタン、こちらもポチポチと押していただきまして、これからもこの妄想プロレスチャンネルのシェイクについてきていただければと思っておりますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで最後まで見ていただいた皆様どうもありがとうございました。お届けしましたのは妄想プロレスチャンネルのシェイクでした。またね、バイバイ。